和田マセと赤羽賢治の和ダックスーチャンネル。ネルさて本日も和ダックスーチャンネルをお送りしていきます。うん、メール紹介します。<お>キリンさんからいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。

ちょっと、かんかんかん。いや、読むの分かってるけど、今ね、読んだ瞬間、のだと、終わるなと。あのね、あの、口がそうなってんだよね。もう一回、もう一回、いくよ。和田正之と、赤羽健治と。金子ゆきの。和田くんチャンネル。ね、これ、あの、三人で言うと、あの、ハモって、華やかね、なんかね。面白いですか。いいね、なんか。 高い低いもう一つということでお邪魔します。よろしくお願いします。ではメール読みます。改めて、和田さん、赤羽さん、金子さん、こんにちは。こんにちは。金子さんは自分の考えた物語を形にしたいという夢をお持ちだと伺いました。もし今現在でアニメを制作するとしたらどんなものを制作したいですか。また金子さん一押しのアニメも教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。キリンさんからいただきました。ありがとうございます。いやもうなんか猫爪。 あれですよね。あの赤梅さんも出てくれてるからもうアニメ化したいですよね。本当は。やりたいね。アニメ化したい。ねえ本当はしたいですアニメ化ってなったらもう莫大なお金を集めないといけないですからね。いやいや2億から3億でワンクールですからそんなにいや恐ろしいいやもうね金持ってる人間の言うことは違うんだいやいやなんでやね。いやいや猫ちゃんには集まるよ。いやいやいや。大丈夫だよ。いや何枚脱がなきゃいけないんですからね。あれあれが。1枚2枚じゃ足りない。そうですよ。何枚どうなってんの。5枚抜いた。 だ、から大胆の人間は肌がなりますからね。もう、すっぽんぽんですよ、うん、もう、うね、本当に。とりあえず、野次件さんを脱がしますけど。<laughs> 確かに、それが。それが一番いいぞ。沖合さんと、野次件さんが。みんなが脱いでいくんだったら、いけんじゃない?。やっぱね、二億ロコロか、5億ラ。やっぱ、ね。 ひどい話だな、これ、さすがに女性性を脱がすっていうのは、さすがに。表だって言えないので、やっぱね、とりあえず脱がせるなら、まずアジからでしょあ、先輩から。先輩からか、アジもいるか。アジもいるか、アジもいるか。やってくれるだろう。いや、僕もで意外と、裸 NG は、ありますよ。あ本当に。意外と、僕は、わがままボディだから、別に、それを見せたいと思わないという。かいや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 。それ仕上がってれば、全然ケツだろうが、なんだか、ちゃんと出しますけど。仕上がってれば。うん。のほら、なんか、セミネート、ほら、お尻まで出す人いるじゃないですか。確かに。僕も知り合いで、すごい。 別にほら家らしいとかじゃなくてやっぱ鍛え上げられた肉体でお尻まで出すとこれはこれでアートだなみたいなねそうそうあれもなんかあれだよねあのキャプテンアメリカとかのさアメリカのケツとか俺教えてもらって最近の好きなアニメとか。 なんかやってみたい。アとメ、いや、全然おけつ関係ないんですけど。あの王様ランキング見てます。あ、いいね。始まったまっかですよね。そう、一番見てめっちゃいいと思って。そう。そうなんですよ。ちょっと声の形的な、あの、なんだろうな。あの、設定もあったりする。そういう感じは、僕もさらっと見たんです。なんか見た目が、なんか、ね、ちょっと。

だからなんかあのー、岡田さん、うん、がなんかあの呟、ー、いてらっしゃって、うん、でなんかあのー、なんだろうそれにリップしたんですけど<ー>なんかアニメ卵でのつながりがあってみたいなあのー、我らが名探偵コナンのプロデューサーのスワミ子さんまあシティハンターもそうだよね、はい、あのスワさんがアニメ卵でえっとウィットスタジオの和田ジョージさんと知り合ってで岡田プロデューサーもかはいそこで この企画やりませんかっていうのがどうもスタートらしくって<ー>でアニメ卵僕らね協力してたから<ー>そうなんですよなんか私がね、うん、いた時のワダスレイで今は分かんないですけどあの,あのアニメ卵さん結構関わりが強かったから、うん、<ー>毎年紹介させてもらったの<ー>で去年からかな「アニメの種ってまた名前が変わったんですよああ で上映からできなくなったから今は私では紹介してないんだけどまあもちろんやり取りはしてるね。ななんんかすごいなと思ってあ猫さん出るんじゃない出れたらいいですけど、うん、もう収録終わってんじゃないかな最近ね結構収録早い収録早いもんねコンテンツにおりますけど早いものはね意外ともうこれ結構前に終わりましたってのがあったりするんでね、うん、そうそうそうあの終わっるな。エコーズっていうねあの漫画ハックってところがあれの漫画の最初の媒体なんですよ。 ね、ネット漫画出版社っていうか。まだ今多いっすよね。うん、ねそうそうそう、で、ね、あの去年、一昨年かな、サンライズのグループに入って、でも僕の後輩が社長やってて、セリターって言ってへ<ー>。へえー。すごい、ね、最初は全然知名度ないところからくる。と。うん。 今日すごい話見クオリティー高いなと思った雰囲,、ね、雰囲気も素敵、うん、好きと思っちゃうんですけどそっか意外とテーマ性も重いかったんですね。ぜ、うん、ぜひひんも確かにプライムで見れるとととうあんう今配信媒体もああいうこの、ねね、じゃあ 王様ランキング一押しでございますんで、一押しです。見てください,、はい。あとなんか次アニメ化したいと、あの、猫爪会はなんかないですか。猫爪をやるか、まず。<え>ね、猫爪やれたらね、嬉しいですね。<laughs> どこかの人、うん、どこかの偉い人。まあ、理想はテレビシリーズですけどね。あーねーまあ、難しかったら、四十五分で劇場系、OK、とかでも。 猫爪が素敵なのは、ね、1>, あの1話完結でコナンと一緒なんですあの事件があってあ、ね、<laughs> いろんなキャラクターたちからサイドストーリーが作れるから結構ねあれじゃない コナンの道を目指そうとコナンにちょっと許諾を得てちょっとコナンっぽくしていいですかみたいなちょっとバラエティー的な感じで一本作ってみるとかそう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 確かにね。というわけでちょっと妄想はつきませんがということでございますがねえ是非とも皆さん光る猫爪 これからも応援よろしくお願いいたしますというわけでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と赤羽健二と金子由紀でしたありがとうございました